ついにね、はい。一年迎えました。何が一年迎えたか。なんと、ケツダシロウ、ね、私、ケツダシロウが、動画投稿を、毎日投稿始めてからね、一年経ちました。一周年です。おめでとうちょっと、拍手で行けん。はい。あのー、毎日動画を投稿し続けて一年が経過したということですね。うん。やっぱ、 俺ってすごいわ。うん。こんなクオリティの高い動画を365日投稿し続けたっていうことに関してまずお前らからありがとうっていう言葉をもらいたいし、うん。ほんと感謝されるべき存在だなと僕思いますね。まあ、やっぱ俺、まあ、ほんまガチな話言うと、うん。やっぱ、あの、他のボンクラどもと違うわ。うん。他のボンクラ、YouTuber と違って、俺は毎日投稿ちゃんとするし、 なんていうの自分のその、生活を削ってですら、俺はやっぱ、動画を出し続けるっていうその気持ちなんか他のやつだと違うの俺って。うん。やっぱその、なんていうのこう、金もらってる奴らでもさ、何、毎日動画出さないと俺やろ俺は無償で、ボランティア精神とか、まあ、まあ、そんなんちゃうけど、無償でね、こんな活動をね、行ってる、まあ、いわば NPO 団体ですよ。非営利団体。言うてしまえば。うん。決断しろという存在は。 もはや。歩く NPO 団体こと削シしろですけど、やっぱすごいな、俺ってな。うん、他のボンクラどもとはやっぱ違うわ。うん。まあね、ほんいか色々なんか何周年迎えましたとかね。はい、僕動画投稿始めて何周年今日で5周年です、10周年ですとか言ってるとおるけど、おい、毎日動画出してたんかって俺は言いたいね。うん。そんな、あの、偽りの記念日に何の意味もないから。 うん。でそんなこと言い出したら、俺、中学2年生から動画投稿してたんで、じゃあ、えっ、ー、と、何2010、2011年ぐらいからかな ?2011 年ぐらいから動画投稿始めてるんで、俺、13周年ぐらいやってますけどね。14周年。14年目でありますけどね。それ言い出したらね。うん。決断しろと名乗り出したのは2013年頃ですけど、それ以前のものも含めるのであれば、俺、13年以上ど、14年ぐらい、動画投稿してるからね。うん。その、やってない期間も含めるのであれば。 やってた期間だけをカウントした方がいいと思います、僕は。うん。毎日、毎日14年やってたんやったらそれ14年になるけど、ね。毎日やってないんだったらそれは何周年とか名乗らない方がいいね。うん。って僕は思いますね。俺ほんとそう思う、マジで。やっぱ毎日続けることが大事やから、YouTube とかこういう。まあ、YouTube に限らずな、筋トレもそうやし。なんか生活習慣ダイエットもそう。筋トレもそう。勉強もそう。受験勉強もそう。 ね、仕事もそうですよ。続けることが意味が、続けることに意味があるの。うん。なんか続けずにね、なんか、週に1本とか。何週に2、3本。あるいは月に1本。半年に1本。そんなんでな、何週連とか名残ってんちゃうぞ、これあんまシャばいやつ見たらイライラしてくるからな。 あの、俺みたいに毎日動画投稿できるやつ以外は全員滅んでほしいね、正直な話。うん。マジな話言うと、毎日動画投稿でき、できないような、あのー、なんていうの、スタンスのやつは、滅んだ方がいいと思うね。うん。男気がねそもそも。命かけてるんで、俺、これ YouTube に。うん。明日世界が終わっても、俺は YouTube の動画撮り続けます。そしてみんなに笑顔を与え続けます。こんだけ人生かけてるんだから、 やっぱみんなも応援してほしいし。俺も自分は、俺もみんなを笑わせるために頑張るし。やっぱウィンウィンな関係でありたいんですよね。やっぱ視聴者と僕って。うん。ま、これからもこの、ま、今1周年迎えました。毎日投稿1周年迎えました。2周年目に入るわけです、今から。はい。2周年。いや、3周年、4周年。俺は継続し続ける力があるんで、やり続けたいと思います。はい。 ま、俺が YouTube を辞めるときっていつなんかなって自分で考えたんですけど、俺が YouTube を辞めるときっていうのは、俺が YouTube を辞めるときです。はい。なので、いつになるか分かりません。それは僕にも分からないし、みんなにも分からない。ただ一個言えることは、今のところ辞める気はないですね。この活動を。うん。何か大きな、 うん。何か大きなことが起こらないか。いや、もう、だから、俺結構メンタル強いから、メンタル最強なんで、メンタルが強いというか、開き直る精神がすごいんで、基本なんか仕事で病むことがあっても、もうなんか全部この動画に吐き出したりしてね、全部発散できるし、なんならこの YouTube って俺結構助けられてるんですよね。この YouTube という媒体に僕は助けられてて、ストレスを吐き出すツールでもあるし、 僕のイライラっていうのも吐き出すルートもあるし、それをみんなで分かち合える、その共感し合えるツールーっていうこともあるんで、うん。俺はやり続けたいっすね。やり続けたいし、まあな、もうじじいになるまでやろうかなって。うん。ギネス乗ろうかなって。どうせね、もうなんか毎日動画投稿してるやつなんかマジでおらんから、俺ぐらいしかおらんわけよ。言ってしまえば。まあやってるやつもおるかもしれんけど、まあクオリティって低いわけやん、そいつだって。 ハイクオリティで面白い動画を毎日見たいっていう人はやっぱ俺の動画見た方がいいかなと僕は思いますね。うん。ということでね、まあ、やめる気はないっすね。今のところ。この毎日投稿も、動画投稿もやめる気はなくて、もう世界の、全世界が俺を否定し,してとしても俺は続けたいと思ってます。うん。それぐらいの気持ちを持ってるから。やっぱ男気が違うんだよ。うん。男気が違うから、お前らとは。 俺っていう人間は、うん。やるって言ったことちゃんとやるし、有言実行できるし、あのー、何やろ。なんかな、うん。俺やるって言ったこと全部やる人間なんで、逆にやらんって言ったことは、いや、いや、逆にその、やりたくないことはやらない人間なんで、うん。まあだから、やっぱ芯が通ってるなって思いますね。自分でも思う。うん。やっぱ俺、俺ほど芯が通ってる人間なかなかおらんと思う。 確かにいろんなその手出したりするけど、いろんなコンテンツに俺手出したりするけど、やっぱ一本太い線が、太いさ、柱があって、それは絶対に折れねえ。っていうのが俺なんですよ。まあね。まあ世の中のみんなの、まあ世の中全ての人間が俺みたいにこうやって男気があって、その一本芯が、太い芯がさ、通ってる、自分の折れない芯を持ってる人間ってわけにはいかないですけど、 やっぱそうあって欲しい。俺を見てる人っていうのは。うん。そうあって欲しいなと俺は思う。だからこそ言いたいけど、まあいつまでも僕にね、ついてきてくれる方がいる、いるのであれば本当にそれ、俺はね、あの、ありがたいことなんで、も僕も、その人たちの、こ、その、その人たちに答えるために、毎日クオリティ高い動画を、汗水垂らして、ね、汗水垂らしても、寝る時間削って、撮っていきたいと思ってます。はい。 ということでね、まあ、他のボンクラどもはまじ俺を見習え。な。わかったかお前登録者が全てちゃうぞ。再生数が全てちゃうぞ。毎日することに意味がある。忘れんな。以上。